まだ会ったことのない彼女に恋をした。きっかけは忘れられない本、レインツリーの国。ブログで二人は出会った。ひとみさん。でも彼女には秘密があった。終了オーバーです。なんで他の人が降りたらええみたいな顔してられんねん。ごめんなさい。え、シンさんが戸惑ったりイライラしてるのずっと分かってました。一回だけだったら気が疲れずに済むんじゃないかって思ったけど、あなたの前では普通の女の子でいたかった私の気持ちなんて分かるはずがない。聞こえないふりしてんじゃないの。言葉は簡単に人を傷つけるのに。レインツリーの国は心ときめく国なんや。もう一回君との糸がつながりますように。彼女は耳が不自由な分だけ言葉をとても大事にしてるんです。刻んできた時間があったことは真実や。なくならへん。言葉が、思いが、心をつなぐ。きっとすぐそこは心ときめく世界。一緒に行こう。レインツリーの国。